ッグモーニング、ポッドキャスターのリッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャストに関係する最新のテック情報やキザレビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝アップルポッドキャスト、スポティファイ、スタンド FM をキーステーションにオンエアしております。今日お届けするトピックはこちら、情報収集のコツ、無料で使える便利ツールを紹介というテーマでお届けさせていただきます。これですね、ボイシーの企画で、ハッシュタグ企画で情報収集のコツに関連する放送というのはですね、ハッシュタグ企画でですね、ありまして、いろんなインフルエンサーとかボイシーのパーソナリティの方々が配信されているのをきっかけに、いや、自分もちょっとやってみようということでやってみました。まだね、ボイシー受かってないですし、ちょっとまだ申し込んでもないので、これをきっかけにボイシーに入れればなと思っておりますが、皆さん、リスナー皆さんはですね、どういうふうに情報収集していますでしょうか？ググったりとか、いろいろ YouTube で調べたりとか、いろいろね、選択肢があると思うんですけども、まあ、リッキーがやっている、このですね、音声配信に関するニュースの集め方とか、また参考にしていただけたらなと思います。まず、一つ目にやっていることは、こちらです。フィードリーで RSS フィード。そう、昔ですね、Google の RSS フィードというのがありまして、こちらのですね、RSS フィードがなくなってしまい、フィードリーというですね、サービスが残りました。で、これでですね、何ができるのかというと、RSS ですね、いわゆるブログとかニュースサイトに、なっている RSS のフィードを受け止めて、そしてですね、サイトが更新されるたびに、その RSS フィードに通知が行くので、その通知を頼りに、新しいニュースをどんどん、新しい記事を、RSS フィードを、見る、まあ、いるソフトウェアですかね。ソフト、アプリケーションから、まあ、ニュースを見に行くことができるんですよね。なので、これ手間が減るんですよ、要は。ですね、どういうことかというと、RSS フィードのアプリケーションさえあれば、一つ一つニュースサイトを見に行かなかったとしたら、もブログ記事をね、あ、このサイト見に行こう、このサイト見に行こうに行かなくて、その RSS フィードのアプリケーションの中で全部か、アップデートされた情報をポン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 見ることができるんですよね。なので、ニュースとか記事をチェックする手間が大幅に減るというメリットがあります。はい、これね、本当に便利なんで、あんまりね、使ってる人ね、いないんですよね。こんなに便利なのに。でですね、何からすればいいかなと思ったら、やっぱりフィードリーとかですね、一番、大御所で使いやすいので、フィードリーを使うと、やりやすいと思います。フィードリーのスペルは FEEDLY ですね。FEEDLY です。リッキーもですね、このフィードリーを使ってですね、英語系の記事のまとめとか、まあ、ライフハック系、ガジェット系のまとめとか、ファッションとか、デザインのまとめとかですね。まあ、そういうふうにこうカテゴリー分けをして、そしてですね、そのカテゴリー分けをしたフォルダをバーバーバーと見てですね、あ、デザインに関係する記事を全部見ようとかですね。まあ、休み時間にそういうふうにやっております。はい、一つ目はフィードリーで RSS フィードを見るでした。二つ目がこちら。ちょっと拍手うるさいよ。Google アラートでキーワード検索。これはですね、最近使っててですね、非常にハマっております。Google アラートというですね、もうかれこれ15年以上前の、ウェブのサービス、Google のサービスなんですけれども、全部無料で使えます。このね、サービスのいいところはですね、キーワードを設定をしておけば、そのキーワードに関係するニュースのブログ、ニュース記事とかブログ記事とか動画とかですね、そういうのウェブサイト上にすべてあるものを、1日1回とか週に1回とかまとめて、メールボックスに配信してくれるんですよね。メールボックスにニュースの記事の束をお届けしてくれるわけでございます。はい。でですね、例えば、まあ、今だったら NFT とかね、ね、キーワードじゃないですか。ビッグキーワードじゃないですか。Web3 とか。まあそういうね、ニュースに関して、ちょっとサクッとアップデートしておきたいな。信号待ちとか、ちょっとタバコ吸ってる時とか、ちょっとお休みの時間にですね、ニュースサクッとまとめてみたいなといった時にですね、この Google アラートですね。Google アラートを設定しておけば、メールボックスに、に関する記事がまとまって、リンクとして送られてくるというメリットがあります。はい。でですね、おすすめの設定は、まずは日本語だけにして、全部の記事を読むに選択をするということですね。そして同じテーマで英語でも情報収集しておきましょう。 NFT でしたら
NFT の日本語版のアラート、NFT の英語版のアラート、このね、2つを作っておくと、日本語でもアップデートできるし、英語での最新情報もアップデートできます。英語は絶対にですね、入れておいた方がいいですね。英語から本当に日本語に訳されてきますので、まあ日本の内容はちょっと後発なことがあるんですね。やっぱり最新情報は英語から入手することをお勧めします。そして最後はこちら。Twitter のリストでまとめる。そう、気になるですね。Twitter、インフルエンサーの Twitter はですね、Twitter のリストという機能がありますので、リストにまとめておきましょう。チェックしているリストとかですね、いろいろあるんですけども、リッキーの場合は海外インフルエンサーのリストとかをまとめてますし、あとは友達のリストとか、あとは気になるインフルエンサー、日本人のインフルエンサーのまとめをしております。ですね、これやっておくとですね、まあ、例えばその、本当に、まあ、海外のトレンドを追いかけたいという時とかですね、すぐにですね、もうツイッターの海の中を漁ることなくですね、もうリストでパーンと見れば、あ、これが最新情報なんだってすぐにわかりますし、といった最新情報ですね、また、フォワードしたりするとリスナーの方に喜ばれるっていうことがありますね。あ、フォロワーさんですね。リスナーさんですね。フォロワーさんに喜ばれるっていうことがあります。はい。ですので、ライフハック情報とかですね、まあ、音声配信に関係する情報なんかもですね、こまめにリスト化して、まあ、まとめて、そしてそれをフォワードして、皆様にお送りしております。まあ、そんなコーナーですね、Twitter のリストとか Google アラートとか Feedly とかを使っておけば、まあ割と最新情報はですね、一日の中でサクッと入ってきやすくなりますので、ぜひ皆さんの参考にしていただけたらなと思います。すべて全部無料で使えるようになっております。ですね、まあこういう企画が、Voicy で情報収集のスキル、情報収集のコツですね。コツに関する、企画がありましたので、ちょっとそれに乗っかってみて、今日は配信してみました。皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。今日のラジオはいかがでしたでしょうか？リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を見逃さないようにするには無料サブスク登録が便利。あなたの朝時間に、ポッドキャスト情報が必ず一届きますよ。Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast 大学。This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日を。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.